そうですね、男性育休取得セミナーに登壇していた是澤孝明さん。まあ大変だけど頑張ってねみたいな感じで、まあ、背中を押してもらえるような感じで、はい、送り出してもらったかなというふうに思います。双子が生まれたのを機に今年3ヶ月間の育休を取得しました。是澤さんが働くのは工業用模型などを作る製造業の会社、社員40人の中小企業です。20代が半分を占め、若い職場のため育休を促進しています。家族の安心につながったという男性の育休、この日会場で見守っていた社長は中小企業でもできると話しました。怪我とか違いますから、事前にも大体いつにも分かるじゃないですか。だからそこに向けてちゃんと社内オフィシャルにして、まあ、同じ部署また他部署のものがやっぱ協力してねやっていくる体制を事前に計画しますから、大変ですけど大きな問題にはならんということです。まあ、それよりもちゃんと家庭が充実してまた戻ってきてくれて、よりやる気があって、取り組んでくれた方が会社の成長にも当然つながると思います。トップの決断と実行力の大きさというのを、ね、感じるところですけども、本当に大企業だけではなくて中小企業でもできるところがある、始まっているところがあるということで、新川さん少しずつこう流れも、ね、変わってきているような、そんな感じもしますね。そうですね、一気に取り組むのは難しいと思うので、本当にできるところから着実にやっていってもらえたらなと思いますし、で目指すべきところはこれが当たり前になってテレビで特集しないでもいいような社会っていうのがいつか実現するといいなっていうのが理想ですよね。そうですね、まあ、そして採用面でも、ね、企業としては若い世代への PR にもなりますし、リスク管理にもつながっていくような気がします。